ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの高橋裕太です。ご視聴ありがとうございます。第9期レガシー新の川北です。はい、よろしくお願いします。はい、始まりましたね。第35回 MTG バラエティハレルヤコンバットレガシー編、よろしくお願いします。今まで川北さんとあんまり対戦したことなくて、そうなんですよ、ね、今日楽しみにしてきたんですけど、実はでもエターナルフェスティバルで1回戦ったことがあるんですよね。記憶にございますか？何に使ってました？青白の石火事とドラフト入ってて、僕がスパイシーでした。そうです。戦いました、ね。なんかデイズが刺さってたみたいな。そうイメージが懐かしいですね。最近どうですか、レガシー？そうですね。最近は、はい、あのモチベーションを高くて、はい、あの GP 京都に向けて、うん、練習中、練習中ですね。はい。まあ、はい、トップメタルできてやっぱりグリクスで、グリクスで言えば、はい、強な状況だと私は思ってます。対応力が高い。対応力が高い。明確にクリーンなデッキっていうのがほとんどない。サイドボードまで含めるとどの街でも勝つことが、そうですね、正確にプリンなデッキっていうのが2つあって、はい、ランズとギジレフスっていうデッキで、はい、まあ、それ以外に関してもほとんどが有利な作りになるかなという印象ですね。その不利な街ですらもサイドボード次第で発展のないかとかで、そうですね、はい、あとはあの悪魔のフォークとかで、そうですね、はい、プレイたりするので、はい、やっぱり京都ではあの増えていくんじゃないかな、まあ、トップメタ京都でも使用、はい、者が多いであろうと。そうですね、この動画は神決定戦の直前に収録されています、はい、そして神決定戦本気で10期目ですね。唯一防衛を果たしているのがこの川北史郎さんです。今回はその前哨戦といった感じで、はい、レガシーの対戦をお送りしたいと思いますので、はい、これから対戦を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すごいっすね。8。7。はい。もうちょっと近づけてもらいますか。この2枚でスタートします。これで動きます。はい、そんな感じ。これもあるし、これもあるし、ですね。はい、じゃあお願いします。19。今日、ちょっとおしゃれしてきた。あー、いいっすね。あったの、おしゃれだ。はい、この時点でアンドか奇跡か、そうですね、コンボデッキをお願いしますね。スミか、はい、です。これですね。はい、おー、すごいな。カクさんもデータですか。はい、17です。はい、これはかなりこっちにとって嬉しい。弱かったですね。はい、これ青いカードないから色引いてもそうですね、出ない。残念な感じになりました。大体クリシャデッキが強いけど、難しいのがこれ打ってしまうか次のカードがあるんですけど、カードが少ないうちに強いと判断する。本当に嫌ですね。はい、やばいです。やばいです。
そうですね。そうですね。はい。はい。じゃあ、ショートしてます。はい。5マナ。これです、トーンカービー。で、7マナ。はい。あ、8マナ。1マナ。いいか。ここで、トラガンの上、打つタイミング間違えましたね。ヘッジして、はい、14です。またサーチが入るので、はい、勝負します。を使って、魔法で6になって、はい、3です。で、パスティングを入ります。あと、食産になるので、はい、5、3ですね。はい、フェアハンチョンサーチが下に、ストーンゴーです。で、1、2、2、3、4、5、儀式フラッシュをして1になって6になります。はい、今の儀式フラッシュをして起動になって切る。はい、もうストーンも十分足りているので、はい、ありがとうございます。負けました、はい、っていう感じですね。ファイルブラストは黒のカードがメインの敵なので、ハンドはあまり枚数を入れない2枚ぐらいでいいかなと。まあ、プラスターストーンは普通に強いですよね。サイドボードが消耗戦になりがちなので、夜の支えも強いと。まあ、当然、対抗呪文も強いと。で、墓地、さっきもあの1戦目で殺されたのは墓地ルートだったので、まあ、ゲガ的敵質も2枚いますよと。まあ、最後にハンデスイッチも消化という紹介されますと。まあ、グルマイグランコはキャバラセラピーと相性悪いので、4枚全部サイドアウトして、まあ、あとは初手のキープ基準にもならないですね。なので、サイドアウトします。まあ、稲妻は、そうですね、コラガンの命令と迷ったんですけれども、まあ、コラガンの命令は最悪カード相手のハンドでディスカードできるのと、あとあれですね、クリーチャー回収できるのがそこそこ強いので、コラガンの命令よと、まあ、ライトニングボルトだとライトニングボルトの方が優先度は低いのかなということで、ライトニングボルトも全部サイドアウトしますね。相手のカードがなんかそのフラスターストームとか、まあ、カウンター系が増えることを予測して、このカウンターに強いザンビットの台と、あとこのおそらくグリクシスデルバーなので、グリクシスデルバーに対してそのシギレンのシャーマンと結果的鉄質を対策できるこの地の風を再現します。グリクシスデルバーは基本的に相手先行だとライフを攻められる展開になりやすいので、ムカつきを抜きます。で、あとまあカードカウントとして、あの、まあ、0.5 マナみたいな感じのスイレンの花びらもサイドバーよく減らします。あと定語ドローンの中では一番弱くて、英語はかなりサイドアウト率が高い。よくサイドカウント入れ替わるマップです。お願いします。2ターン目、もうこのカードは2ターン目これいきなり出せますし、テストで、まあ、相手のキャバラセラピーもキャリーできますし、まあ、途中も考えます。はい、すみません。この2枚でコンボして、相手の、まあ、要素、相手のサイドカードも2枚になってますし、まあ、これのおかげで、手札破壊にも強い手札になってます。まあ、こっちからいきましょう。はい、行きましょう。です。あんまり動かないですね。はい、怖いです。で、このリセットがあるので、そのまま行きましょう。どうしましょう。して、はい、ワンシリーでしょうです。ここで相手はもう忙せるということですね。はい。します。はい。これだけ白くなってる。ちょっと増やします。おちょっと待ってくださいね。こいつはどうしますね。どうします。どうします。あ、すごい追加が来ましたね。これですね、あのこれ打つ前に、あの、帰宅者の不安調査を引いて、まあ、確実にハンド落としたいということなので、こっちから行きたいかなと。それで探しに行く、探しに行く、帰宅者の方の調査を引きたい。うん、これはどうですかね。
こいつをキャパラセラピーケアでトップに進めましょう。でこいつはあまりいないので、このビルドセットにしたいなと思いますね。で、セットランドして、ここに構えつつ、まあ、まずは、はい、指定は指定が。これ難しいです。一発当てるのが強いレガシープレイヤー。デュエスかキャマルセラピーでいい気がするんですけども、まあ、まずヤンパイ。まあ、ヤンパイ取ってますね、皆さん。シャッフルされるのがめんどくさいから、ブレストっていう手もありますよね。長期戦が予想されるので、渦巻く知識なので。はい。あ、ないですね。ないですね。まあ、まずは、あ、こうやって攻撃に行ったんで。で、17。ここは、キャバルセラピー落としときたいなぁと思って、うん。自分のカウンターを守るためにそうですね、キャバルセラピーは、はい。で、まあ、クイチャイって一点進みますけど、その、はい、まあ、私で。はい。起こします。はい。そろそろ仕掛けないと。もうちょっと待ってるから。ベース。はい。15です。バッター切り。いい感じの、そうですね。アント相手にこういう手段持ちたいっていうか、そうですね。まずちゃんとかっこいいフレスこれ難しいですね。こいつにキーハンドがあって、クラスター交換ならいいし、ここでブレインを打つからですね。ブレインを打つのに行きましょう、クラスターを守るから、ね、そうですね。これは難しいの来ましたね。まあこのまま殺される可能性があるので、これで行きましょう。なるほど。これ落とされてもないで、そうですね。一応ポンダーかな。ポンダーです。はい。欲しい。カロセラピー引いた時の、そうですね。2段階。はい。仕掛けるべきな気がしますね。あ、本当ですか。それは予想しませんでしたね。はい。このままいけちゃう。まあ、カード差の次第なんですよ。いけちゃうと思いませんでした。ウィルを使う展開にしたいんですよね。カード差の次第ですね。本当に。なるほど。ペタッ。それで多分川木さんはホースビルを打たざるを得ないんですよ、ね、そうですね。ここでハンデスが1枚あって、うん、で、なんかやられると、そうなんですよ。確かに心理戦ですね。ちょっとですね、そんなです。間違えましたね、僕もこの突破積み方がちょっと良くなかったかもしれない。まあ、ここは定石的には打たないと。そうですね。負けうる。で、これです。非常に難しかったですね。どうします。下だ。5点。9。これはかなりまずい状況ですね。あれがファストインフレームだとすると、そういう意味でもファストインフレームを指定したとしても意味がないので、あ、これはファストインフレーム。なるほど。おぉ、聞いた。はい、ちょっと待ってね。ここで一発目当てないです。ダークリチャルっていう話もあるんですけど、インファナルチューターがかなり怖いなって感じですかね。インファナルチューターないです。ないか。まあ、変わらないですね。はい。で、6体。で、6体ですね。5点。さあ、5点くらって、あ、そうか、間違えました。表分で1体目。はい。おしまいです。で、ここは最大のチャンスか。次多分クラスターのはずなんで。そうそうそう、クラスター。チャンス。違う。ただ、これ、ステーティフラッシュなんですけど、そう、5マナ出るので、ダメですね。で、まあ、一応でも、帰宅者の番調査で、まだ引ければ。また引かなきゃいけないみたいな。そうですね。クランのシリーズ出してます。はい。これで。はい。頑張ったんですか。黒、アプリチャル受けはこちら。
はい、はい、最後のチャンスどうですか。危なかったです。はい、そうですね、高くします。そうですね、6000で、これラットさんです。おしまいです。これは積んでるか、積んでるか。クラスターとクビルなんで、デュレスがあればいける。いや、まだワンチャンさ。それはやばいっすね。いや、これそうです、ストーンが溜まっちゃうんでやらないことですね。そうです、はい、で、これは意外と負けたくさいかもしれないです。赤3出します、はい、で、ラッシュボックシーです。はい、ただ、これギャンブルですね。そうですね、はい、まあ、まさに帰宅者の調査から、そうですね、帰宅者の調査で1位になります。1位になります。で、どうします。あ、違う。さらにブレインストーンをするして、ブレインストーンをフラッシュボックします。はい、負けました。はい、すいません。積み方が難しいですね。東ゆえのお互いブレインストーン間違うとすぐ負ける。変わりはありません。あのグリクシスコントロールっぽいのでこいつらができます。無駄なのでした。最後は、最後はガチでガチでやります。ちゃんと先手後手大丈夫です。4、あ、これは先手で、はい、お願いします。めっちゃ髪だけ、土地ないのありがたいですね。今度は OK です。その問題ない、いい状況です。これはね、カバラスラピンで まずいやつですね。カバラスラピン打たれちゃうと実質取り回りになってしまう。まあ引かなかった取り回りなんないですね。まあ相手がこれ見てる可能性があるので、いいですかね。先手をしましょう。はい、このポンダーで未来が変わる。黒黒欲しいので不毛だし入ってなさそうなので安心場に出してやる。で終わりです。難しいですね。はい、出ましょう。まさかね、引くとはね。いいね、それは食らいましたね。これ取り回りですね。プレイが早くなって一番良かったですよ。ベータをね。で、シャッフルしてから僕はこの3枚目でやる。すごいダメージ食らいますか。すごいダメージ食らいますか。はい、よし、もう手札すっからかんだ。間違えた。はい、あ、これ間違えた。やばいです。
かみかみ。というわけでお送りしたハレルヤコンバットいかがでしたでしょうか。まあ対戦の方は負けてしまいましたが、はい、すごい楽しいゲームです。そうですね、すごい楽しませていただきました、はい、ありがとうございます。カントとこういうグリフィス剣で来て情の応酬でお互いの心理戦みたいなところがあるので読み合いが楽しいんですよ、はい、川口さんの勝利を受けてカルテンです、ね、弾みがついたそうですかもしれない。ありがとうございます。さて明日はいよいよ第10期神決定戦が開催されます。今回川口さんもやるかずとなんと AFC 衛星誌でしたね。衛星レガシー誌に書かれております初めての衛星誌が誕生するかどうかも非常に見どころとなっております。神決定戦の様子は、YouTube ライブでもお届けします。はい、当日は私も解説を行いますのでぜひご覧いただければと思います。レガシーとヴィンテージを担当させていただきます。最後にハレレチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者数1万人以上を集めてハレレコンバット in YouTube スペースを撮影しようという企画を進行中です。よろしければチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。では今回はここまでということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。カズさんありがとうございました。ありがとうございました